ジェイコブ・ダニエル・マギーはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属。タンパベイ・レイズ時代2004年の MLB ドラフト5巡目でタンパベイ・デビル・レイズに入団。2006年に A 級サウスウエスト・ミシガン・デビル・レイズで26試合に先発し防御率2.96。 脱三振率11.5という好成績を残した。オフにはベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいてマイナー全体で38番目に評価された。2007年も引き続き好成績を残して AA 級モンゴメリービスケッツまで昇格し、シーズン終了後にはエヴァン・ロンゴリア、デビット・プライスに次いで球団内3位、マイナー全体では15位のトッププロスペクトと、 みなされるようになる。2008年7月に左肘を痛め、トミー・ジョン手術で長期離脱を余儀なくされる。2010年の後半戦で復帰するも、低調な成績に終わった。同年は、レーズは、先発投手の駒が揃っている一方で、ラファエル・ソリアーの、グラント・バルフォア、ダン・ウィーラー・ラブルペンの柱が、f a でチームを去ることが濃厚になっていた。高い脱参心率を誇るマギーは、 その穴を埋めることができる存在として注目されるようになりシーズン途中でリリーフに転向した9月14日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビュー2011年からは左の中継ぎとしてメジャーに定着した2014年1月17日にレイズと145万ドルの1年契約に合意したシーズンでは高騰が続き6月中旬から クローザーの役割を任されるようになった。以後、ハイペースでセーブを積み重ね、最終的には19セーブをマーク。自己最多かつ2年連続70試合以上となる73試合に登板し、2年ぶりの防御率1.00台、自己最多の93審を奪い、クローザーの役割を全うした。2015年は、クローザーの座を、ブラッドボックスバーガーに譲った。 最終的には39試合に登板し、1勝2敗、6セーブ、防御率2.41という成績を残した。三振ダッシュ能力は相変わらず高く、37.1イニングで48奪三振を記録。奪三振率は4年連続で10.0を超えた。2016年1月28日に、コーリー・ディッカーソン、ケビン・パドローとのトレードで、ヘルマン・マルケスと共に、 コロラドロッキーズへ移籍した。2017年開幕前の2月9日に第4回、ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。3月22日の決勝をプエルトリコ戦に勝利し、初の優勝を果たした。オフの11月2日に FA となったが、12月15日にロッキーズと3年、総額2700万ドルで再契約した。 2020年7月17日に自由契約となった。2020年7月21日、ロサンゼルスドジャースと1年契約を結んだ。オフの10月28日に FA となった。2021年2月17日にサンフランシスコジャイアンツと2年総額700万ドルの契約を結んだ。スリークォーターから最速100.2マイルパーアワーの2種類の速球が武器。 その他に 90mph 程度のスライダー、76mph のカーブなども使用する。2014年の速球の平均球速は 96.3mph であったが、以降年々低下しており、2016年の平均球速は 93.1mph となっている。また、2012年から2015年までは、速球の使用率が約9割であったが、 2016年は約7割に低下し、スライダーとカーブの使用率が増加した。ありがとうございます。